鏡さん、はい、今回出るサックスの中で気になるものがあるんですけど、はいはいはい、黒いサックスなんすかこれ。これはカノンボールサックス、この方は普段置いてないジャズとかキックバンドとかする方に置いてるようなサックスで、はい、普通のサックスでもちょっとベルが大きいんで、そこが特徴なんですよね。全然違う。全然違う。でこれはねブラックメッキ加工になってます。この彫刻かっこいいね。加工もこんな宝石みたいなのが。ここだけこう取ってから売る食べる他にもねアルトがねキャノンボールあるんで、ここら辺がキャノンボールのアルトで、多分普段見ないような色のすごいっすね。普段ね店頭に置いてないんで、多分うちに並べることは普段ないと思うんで、ぜひ来てもらって吹いてください。